ットボールファンの皆様、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。勝つのはどちらか、両チームのプレーに期待がかかります。両チームのフォーメーションですが、ホームチームは 5-4-1 という布陣です。攻守ともに個人の能力が優れた選手が揃っているチームです。一方相手チームは 5-3-2 で臨みます。ワールドクラスの選手が揃う非常に優れたチームです。上がるのは右サイド。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。コーナーキックになります。さあチャンスです。もっと球際に、そのままキーパーからリスタートです。今日の試合最初のシュートとなりました。さあプレー再開です。この指示で選手たちがどう動くか。ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。お互いにどう崩していくのか、じっくりと見守っていきます。センタリングです。アリエスがクリア。ボールを取り返す。運んでいった。さあこの戦術がここで機能するか。左へ送る。狙った。これはキーパー。もっと球際に厳しく行くように選手に声をかけます。出しました。奪いました。さあここから反撃が始まるか。セーフティーにクリア。クリスティアーノ・ロナウドからバティストゥータ。しつこいチェイシングを選手たちに要求しています。キーパーしっかり抑えます。アレオラ、クロスの処理が非常に安定しているキーパーです。さあこの戦術がここで機能するか。バティストゥータ、身長185センチ、アルゼンチン出身。今日はセンターフォワードでの起用となります。バティストゥータがキープ。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。このボールを現在支持している戦術で攻めに出ます。ここで奪い返された。ダイレクトでシュート。先制。ここで先制を許してしまった。このビハインドをなんとか追いつきたいところ。貴重な先制ゴールを決め、チームの士気を上げます。1対0。この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。指示した道筋を信じ選手たちが動きます。アリエスがここはクリア。左へ止めて運んでいった。奪いました。ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。ボールを奪われます。監督からパスの指示が飛びます。クリスティアーノ・ロナウドから出る得意のクロスに期待したいところ。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ボールが奪われました。ここでホイッスル。前半45分が終了です。前半の相手のスタイルを見た上で戦術をどう変化させどう攻略していくのか注目していきたいと思います。まもなく後半が始まります。パスターゲットとなり前線で得点を狙います。リードされた状態で折り返した後半、ここから巻き返したいところ。ボールを取り返す。さあこの戦術がここで機能するか。ここでサイドエリアのカバーリングを担います。ワントラップ。クリスティアーノ・ロナウドがキープ。このタイミングでプレッシングをかけていきます。右に出す。バックラインの裏、この位置でボールを奪う。選手たちが監督の指示に応えるべく動きます。アリアスからクリスティアーノ・ロナウド。
どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、これはキーパー。ボールを受けます。ボールを運ぶ、押さえて取り返しました。さあこの戦術がここで機能するか。左からのクロス、アレクス・サンドロがここは大きくクリア。ダイレクトで打った、ダイレクト、同点、同点、同点ゴールです。この得点でゲームを振り出しに戻しました。同点に持ち込まれ、まだまだわからない試合展開となってきました。ボールへの激しいチェイスを指示しています。前へ送る、アリアスからクリスティアーノ・ロナウド、右から上がっていった。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。クロス上げて、ここで選手たちにパスの指示が飛びます。抑えます。気がつけば試合の終盤、マヌラスがここはなんとかクリア。クリスティアーノ・ロナウドから出る得意のクロスに期待したいところ。ボールを取り返す、このボールを、ボールを奪われます。アレックス・サンドロがここはなんとかクリア。ここでボールを取られる、ここでサイドエリアのカバーリングを担います。左サイドから選手が上がっていきます。前線付近でボールを持ちます。このボールをダイレクトでシュート、ゴールという流れでした。このタイミングで吉と出るか凶と出るか。さあこの戦術がここで機能するか。止めて、ボールへの速いアプローチを指示しています。奪いました、ここでボールを失う。試合終了のホイッスル、勝利を手に入れることができませんでした。試合も終了し、お別れの時間が近づいてまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。